え皆さんこんにちは、戸田和之です。えー、ただいま7月2日の午後ですね、2時過ぎかな。えー、今夜またユーロの準々決勝、えー、スイスとスペイン、それからベルギー、イタリア、まあ、いよいよベスト8まで来ましたので、まあ、さらにここからだって感じになると思いますけども、えー、まあ、今日金曜なんで皆さん多分両方見るんじゃないですかね。僕もまあ4時からの試合も明日はちょっと生で見ようかなと思ってますが、 まあ、デブライネとアザールが揃えば、ベルギーも非常に良い形でイタリアと対戦できそうだなっていうところを感じております。でまあ、明日、じゃあ今週は僕自身のチームのリーグもないので、えー、少し時間が、通常の準備とはちょっと違う形での一週間になってますので、で先ほどもう一回あの、イングランドとドイツの試合を見まして、で、今回はまあ F グループが、 ドイツ、ポルトガル、フランス、この三つどもえになって、まあ、非常にあの厳しい死のグループだと言われたんですが、結果的にこの3つの国が、えー、全て1回戦で敗れるという形になって、で、フランス、それからポルトガル、どんな感じだったのかな、まあ、自分がこう試合を見させてしまった中での簡単な話をちょっとして、で、残るドイツも、まあ、イングランドなんで、えーまあ、どちらが勝ってもおかしくないゲームではあったんですが、まあ、残念ながらドイツからすると敗れる結果になったと。 だまあ試合だけの,その内容を見ていくと、まあ、この試合に関しては、ドイツの方がすごく良かったんじゃないかなと、個人的には思いまして、まあ、イングランドはイングランドで課題がありながら、おそらくはまあ大会進んできて、まあ、ドイツをリスペクトして、スリバックを使って、まあ、プレスからっていうところでゲームに入って、意外にプレスがはまらずに、ドイツにチャンスを作られて、という形で結構難しい試合だと思うんですけど、 まあやっぱりホームでプレーができたところもイングランドにとっては大きかったんでしょうし、今その3バックっていうもののシステムに対する考え方、まあ、人の選び方もそうなんですけど考え方、ここがやっぱり両国ちょっと違うなっていうところでの試合運びになって、結果的にイングランドが勝てましたと。ただドイツはこの試合に関しては、まあコンパクトで、 まあ局面ごとのつながり、つなぎ目のところも、そのまでのグループリーグの3試合よりは、はあ、だいぶ改善されたところがあったなと。まあ、一つは五列間の起用ですね。ここがあった分、まあ、よりダイナミックな動きが出て、長いスプリントでの2列目、3列目が飛び出しで、チャンスを作った場面も前半からありましたし、まあ、ティモ・ベルナーをスタメンで起用して、まあ、ここも、えっ、ー、と、 ショートカウンターに近いところでの鋭さ、スペースをついていく動きっていうところではすごく良くて、まあ、前半に決定機もありましたよね。だからフィニッシュのところが残念ながら、えー、決まりきらず、えー、点は取れなかったんですけどもっていうところはあったんですが、まあ、全体として3、4、えー、3、で相手も3、4、3、まあ、その上で止めに来るものに対しての後ろからの運び出し。 そこから前の3枚の流動性、不明ですからの縦パス、そこからのスピードアップ。で、特、ま、に、あ、それまでの戦いでいうとかなり5センス5センスって形でこうピックアップされるところは多かったと思うんですけど、まあ、押し込んだ展開になった時には最終的にウィングバックの存在が非常に重要にはなるんですが、もう少し手前から縦方向の速い攻撃になった場合には、まあ、シャドウもしくはその手前からの飛び出しが非常に重要になってくるので、3、4、3の場合は。 で実はこの試合では、まあ、ベルナの飛び出しゴレスカの飛び出しでそのための攻撃の、えー、きっかけとなる縦パスをフメルスが出すというところも含めてうまく回したところはドイツは多かったと思ったんですよねで、際どいなっていう欲しいなっていう場面もドイツの方が自分には多く見えて、まあ、それは基本的にはやっぱり後ろから運び出す時きの、まあ、少し後方のずらしと、まあ、そこに中盤の選手のサポートと まあ基本的にはトニー・クロスが左、ゴレツカが右の中、中盤の2センターで、その中で、まあ、ボール保持者をなるべくプレッシャーから解放して、で、中盤のセンターか、もしくは両脇のセンターばっかっていうところからボールを配球していくっていうにまに、まあ、イングランドが先に動いたら、不明ですから、イングランドの中盤を超える縦パスを入れて、 で、そこにまあ顔を出すのがトーマス・ミラーとか、ミラーの反転からの鋭い縦パスが、えっ、ー、と、ハバーだったかな。そんな場面も前半にあったと思いますし、15分までにあったと思いますし、で、えっ、ー、と、プレッシャーのところもある程度、まあ、イングランドが最初強くかけましたけど、だん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 イングランドがかけられなくなったんで下がったんですが、まあ、ドイツも時折3、4、3のままあプレッシャーをかけたときに、これも前半ですよね、でピックボードに蹴らしたボールを中盤で回収して、 そこから素早く、ハバツからベルナー、左足シュート、ピックフォード左足で止めるっていう、まあ、こんな場面もありましたので、まあ、3、4、3の,の攻撃面における使い方という意味では、ドイツの方にやっぱりすあの上回る部分があって、でイングランドはあまあ特に前の3枚ですよね、まあ、シャアのハーフスペースも含めてだと思うんですけど、ここをできるだけ封鎖しながらということを考えて、まあ、カエル・ウォーカーを3バックの右側に置く。 トリピアを右のウィングバックに置く。で、中盤のツーセンターも、デクラン・ライスとカルビン・フィリックスにすると。まあ、そうすると、ボールもある程度浮かせますけど、まあ、トランジションのところと、もしくは押し込まれた時の守備でしょうね。だからここはより硬さが出せるっていうところだと思いますから。で、まあ、前の3枚のところでどれぐらい速い攻撃が仕掛けられるかっていうところだと思ったんですけど、まあ、ここに関しては、やっぱりイングランドは、 まあ、ロシアのワールドカップの時もそうなんですけど、あの時は3五にですけど、まあ基本的にはそ,そこまでこう流動性が出せるわけでもなく、まあ出すつもりもないのかもしれないですけどね。こう面で、えー、大きくドイツを脅かす場面は、えー、なかったんじゃないかなとお思います。ただ、イングランドは結局失点ゼロできてますから。まあゼロにできてる要 <laughs> 因は、 まあ基本的には、まあ、フィールドプレーヤーのまずしっかりとした守備となったピックほどの守備もあるんですけども、まあ、あとはやっぱりどの選手を見てもすごく、まあ、フィジカルレベルも高い選手が今のイングランドは揃ってますので,で、まあ、経験値という意味でも、まあ、プレミアリーグの要はリーグのレベルが世界で今一番高いですから まあそこで、えー、しのぎを削り続けている選手が代表に選ばれてますので、まあこれはヒクターズオイが途中からできたジャック・グリーシュも含めて、まあジャック・グリーシュがその国際レベルのインターナショナルレベルの経験値がどれだけあるかっていうと、実はまだまだないとは思うんですけど、まあプレミアリーグのレベルがもうべらぼに高いですから、まあその中で、えー、毎週毎週プレーをしてきた選手なので、 まあおそらくはすんなりこうゲームに入って違いが出せてるんだろうなというところでいうと今イングランドの選手たちの基本的な標準の能力が非常に高くなっているので,でその中である程度相手の力量を見極めてリスペクトした上でサウスゲート監督は3、4、3を選んでただそうだとしてもそこまでイングランドは良い内容でプレイができたわけじゃないですけどないと思うんですけどまあしっかり 失点をしないところまで持っていく能力の高さがあってでチャンスの数は多くはないんですがあーそれでしっかり決められるやっぱりクオリティがありますねでやっぱりゲームを決めるのはトランジションのフェーズのところだっていうところを、まあ、個人的にはもう今のフットボールは当たり前の話なんですがよりイングランドの方が、まあ、カウンターをさせない縦を止める動きとか 戻った時にしっかり5、6、5からポジションを取っていって中盤の2センターの仕事の部分が少しドイツとは違ったかなともちろんドイツにはドイツのコンセプトがありますので <laughs> っていうところはあるんですが、まあ、チームの中に柱となるべき選手が、まあ、3人4にいるとするとドイツの場合はフンメルスがいてやっぱりボール保持からゲームを考えているっていうところをもう前提で考えるとフンメルスがいて まあ、クロースがいて、でその前の列に、まあ、ミラーもしくはハーバーツがいるという、まあ、こういうことだと思うんですよね。でトニックロースは、えーまあ、疑う必要のない素晴らしい選手だと思うんですけど、やっぱり中3、4、3の中盤のセンターで考えたときにどうかというところを、やっぱり個人的には少し考えてしまうユーロでした。でこれはこの試合だけじゃなくて、ハ、まあ、ンガリー戦もそうですし。 まあ、トランションのところで失点につながる部分もちょっと見返してみるとどうかなとで。このイングランド戦の一得点名につながる、えーまあ、カール・ウォーカーから、えー、ラヒーム・スターリングに縦パスが出て、まあ、左からイングランドは右に展開するんですけど、でスターリングにリュディガーが出ていって、まあ、前を向かせないところまでは寄せられたんですね。 オーカーがちょっとフリーだったんで、インターセットまでは狙えなかったんですけど、前を向かせない半身のところまでは寄せられた時のクロースのポジションを見てもらうとう、まあやっぱりそこから漏れたなって言える部分も実はありまして。で、まあフンベレスっていう選手をドイツが、まあ後ろから攻撃を作っていく時の中心と考えてるのは間違いないですから、まあ、この選手の能力を最大限に生かすために、 えー、もしくはそこから前にボールが入った時に素早く前向きにサポートしてまたその一つ前にボールを渡すもしくはサイドに振り分けてで最終的にはアタッキングサード前で行った時のこぼれ球とネガティブトライシンのところで力を発揮するんだっていうところで考えるとなんかこうドイツ代表がパチッとハマるイメージは個人的にはあるんですけどそうなってくるとおそらくは君一五列かのが良いなと。 だそうなった場合に右がいないんじゃないのっていうところはおそらくあったんで、ここをどうするんだっていうところを、レイブ監督は迷った悩んだ。何ていうか、ハンガリー戦では後半からサネを右のワイドに持っていって、で、キミヒトをクロス、で、ギュンドンを一つ前に上げるっていうことをやってるんですね。3、4、3のウィングバックっていうのは、基本的には、 まあ押し込んだ中でそのまま守備に移行できると下がらなくていいんですけどどうしても守備になった時に明確なコンセプトでがあってプレスに入っていくっていう部分がないとファイブバック作らなきゃいけませんからそうなった時にじゃあこのハンガリー戦のサネどうなったのかっていうとまあ、どうしてもその苦手な部分を突かれてしまうところがあったんですよね背後まで抜け出されてこうギリギリでファールしちゃったみたいな場合がありましたから,だからそうなった時にやっぱり でおそらくなったと思うんですよねでそもそもハンガリー戦に敗れてたらドイツは終わったわけなんで、おそらくは。そこを考えると、まあ、最終的にまたキミヒを右に持っていくってことに、まあ、落ち着いちゃったと思うんですと。で大会前に、青オのデンマークの担当だったんで、デンマークとドイツの試合をチェックしたんですけど、この時はあのクロスターマンが右の場合でやってましたとで。クロスターマンっていう選手は、まあ、ライフツイに所属してて、皆さん知ってると思いますけど、まあ、スプリント能力は素晴らしいです。 技術的なレベルはそんなに高くないです。戦術理解のところは当然監督が誰かということを考えると、まあ一定レベル以上のものがあって、まあ3バックの、えー、脇の仕事もできて、もう一個外側でも仕事ができるっていう。だこういうの人がもしいたら、多分僕はそっちで使ったんじゃないかなと思いました。ただデンマーク戦の後半に下がって、そっから、 そのつもり試合あったんです、ドイツ。大会前、ラトビアとやって7位チ勝ってるんですけど、その時いないんですよね。恐らく何かトラブルがあって、で、ユーロの初戦のフランス戦はベンチに入って、入ったんですけど、試合に出ないで終わって、そこから消えたんですね。だかららくこのデンマーク戦のところで、えーまあ、途中で60分で勝ってるんですけど、まあそこでおそらくはっていうところから戻れなかったので、 もしクロスターマンがいたら、まあ、君氏が真ん中に入れられるっていうところを、まあ、選んだ可能性もあるし、まあ、そっちの方が僕は良かったなと思ったんですね。君氏は君氏で、 まあ全ての局面で、えー、まあ戦うあの姿勢も示しながらクリエイティビリティも発揮してインテリス化を感じさせられる素晴らしい選手だと思うんですけど賄賂に置いた時に、まあ、そこまでのスプリント力と突破力はないので、まあ、全体として押し込んだ時にうまあ、上手さを発揮できる部分はあるんですがで結局君氏からの長いボールから、えー、チャンスシーンなっていうのはポルトガル戦たくさん出ましたし逆サイドまでそこでは確かに優秀な選手だなと思ったんですけどうん ゲームトータルで考えるとトランジションフェーズをおろそかにするわけにはいかないっていうところを、まあ、レイブ監督がボールを保持するところでうまくこう持っていこうとした気はするんですがでそれでもうまくいかないのでモレツカを起用したんですけどモレツカのパフォーマンスレベルもすごい良かったと思いましたこれぐらいダイナミックにやっぱり動いてくれるとでサボらずに出て戻る出て戻るっていうのを繰り返してくれたんで、まあ、イングランドは非常に手こずったと思いますし今淡い、ああ まあ、序盤の、えー、ライスが止めてイエローカードになった場面もそうですし、えー、その後も後半にもあったんやかな、抜け出してっていうのがあったような気がするんですけど、まあ、ああいうふうにやっぱりダイナミックに動くことによって、縦のポジションチェンジでっていうところは、あ相手からするとやっぱり捕まえづらいですからね。うん、であとはもう一枚のところなのかなと思って。 まあ、チェルシーの3、4さんで考えても、まあ、カンテルは例えばジョージーニョだと、ジョージーニョも身体的な能力は全然実は高くなくてだ、スプリント勝負したら多分一番遅いんですけど、やっぱり4局面全てにおいてトランシションフェズナんが特に準備をして素早く相手をやっぱ止めに行くっていうところは常に行ってますから、からそこと考えるとどうしてもクロスのところがあんなにちょっと見えちゃう部分があるんですね。このレベルになっちゃうと。ただから、まあ、ま トニクロスと一緒に、レイブ監督がここまでやってきたことを考えると、まあ、ここを外すということはなかなかできないことだったと思うんで、選択肢になかった可能性もありますから、まあ、これはまあ,あくまで外から見ているまあ一般のファンのなんかざれごとみたいになっちゃうんですけど、やっぱりユーロみたいな大会をできるだけおチームとしてまとまって、で、弱点なく戦っていく上では、まあ、トランジションのところはもうどうにかしなきゃいけないので、 そのどうにかしなきゃいけないところをドイツはうまくまとめきれなかったんで自分は曲げたのかなというふうには思いましたしジャイングランドの攻撃の質がすごく高かったっていうとそんなことは多分全然ないんですけどもそういったところのトランジションのところも含めてまあ危ない場面はあるんですけどまあカイル・ウォーカーの素晴らしいカバーリングがあったりとかもちろんピックオードの素晴らしいセーブがあったりとかまあそういったところでしのぎながら まあ基本的には崩れないなんかベースみたいなのがあって、まあ、そのベースは基本的に選手の能力だと思うんですけど、まあ、できるだけその共有できそうなベースを代表チームとして作って。 というところで言うと、まあ、今、フィル・フォーデンも外れたりとかいう形になっててで、見せているフットボールのコンテンツ内容も割とこうオーソドックスな感じにはなってるんですがあんまり動きすぎずに。ただ、動きすぎないからトランジションのところでズレが発生せずに、あとは選手の能力が高いんで、しっかり守ることができると。まあ、確かにトリッピア、カイル・ウォーカー,、えー、ストーンズ、マグワイア、えー、ルーク・ショーなんで、 その前にデクラン・ライスとカルビン・フィリップスですから、まあ、フィリップスの,その国際経験がどうかっていうところ、まあ、この2人ですね、ライスも含めどうかっていうところがあったんですけど、まあでも、堅さは出てると思いますし、まあ、あとは右のワイドにトリッピアなのかリース・ジェームズなのかって話になると思うんですけど、まあ、個人的にはジェームズの方がより守備面での強さは出ると思うんですが、ただいずれにせよ人はいますので、アレキサンダー・アンドルドが残念ながら、怪我をしてしまっていなくても、それでもなんかこう、 しっかり戦うっていう意味では十分な人材がイングランドにはいますからそういったところで言うとそうです、ね、ちょっと後半何分だったか忘れましたけど、まあ、カウンターの局面になって、まあ、最終的にあの、えー、とベルナーに対してジョンストーンズが対応してで持ち出させたところでしっかり防ぐっていう場面があるんですけどただその時のカイル・ウォーカーの内側へのカバーリングとっていうところも含めてみると やっぱりトランジションの瞬間にもう次のアクションに移ってて、で、とにかく戻るのが早くて、対峙する選手も自信を持って前に立ち塞がる感じになってますから、だからこの感じはやっぱりちょっとドイツには出し切れずに、まあ、リュディガー,ーのところはしっかりできてっていうところあったんですけど、やっぱちょっとギンターのところが見劣りする部分は、えー、個人的には残りましたがね。あとはまあ得点のところを見ていただければ、 一得点目のところも、なんとなくさっき僕が言ったところが分かるんじゃないかなとは思いますし <laughs>、うん、あとはドイツは確かにスターリングのところのバックパスというか、少しトリック,クロスが寄せてミスになって、ハワツからミラーで1対1っていう場面がありましたから、まあいったところは決められたらっていうタラレバの話にはなるんですけど、なんかやっぱりウェンブリーにこう渦巻く、なんかこう熱,熱量というか思いが、まあ、シュートを外させた部分もあると思うんで、 やっぱりイングランドがイングランドの聖地ホームで戦えた、なんかこう、恩恵を預かる形にはなって、まあそれはイタリアのなんかこうグループリーグ見てもそう思ったんですけど、まあデンマークもそうですね。そうそう、デンマークなんて結局そのトランシンのところなんかもう基本的にはパーフェクトですからね。ディレイニーとホイビアがいますから。 いかにこの中盤のツーセンターの仕事が大事か、もちろん、まあ、枚のところもあるんですけど、まあ、基本的にイタリアも含めてトランジションフェーズのところをどういうふうに、まあ、うまく作っていくか、まとめていくか、切り抜けていくかっていうところは、もう現代フットボールにはもうどうやっても欠かせないところなので、ちょっとドイツはロシアワールドカップの時も含めて、えー、そこを結果的におろそかになってしまう人選と戦い方になっちゃったなというところがありますから、まあ、この大会終わったら、えー、フリックに関東がいい移るので、 まあ、バイオルミューヘンで指揮をしてからのチームの変化みたいなところをどれぐらい代表にもたらすのかっていうところを楽しみしつつ、ちょっとドイツも人材のところはどうかなっていうところが、ま若い選手のところはちょっと足りてない気もするんですけど、まあでも、トランジションフェーズのところも含めてしっかりまとめていくっていう形に持っていけば、まあ来年またすぐワールドカップがあるんで、まあそちらでどんな風に変化したドイツを見られるかって楽しみを また持ちながら待てそうな気がしますね。うん、そんな風うに僕は見ていきたいと思います。あとは何かなうん。あ、坂みたいな選手が、まあ、3、4、3のシャドウでそううイングランドの話で言うとプレーをすると、やっぱ最初からそこに入ると思ったでやっぱり良さが出ないなっていうところがあるんで、 まあ433もしくは4231で入ったとしても343と同じ配置には、攻撃時にはなる場面は多いんですけど、やっぱりデフォルトでそこにいるのと、動きながらそこに入ってくるってなると、やっぱり体の向きの作り方、視野の確保の、 され方もしくは相手守備側のそれまでのプロセスの中でのアクションが変わってくると思うんでやっぱ343っていうのは一見効果的に見えるんですけどスタティックなままだとあんまりいいことないなっていう、えー、そんな感じをちょっと受けましたねだからそういう意味では僕はドイツの343の考え方はあすごい正しいと思いますあの適度に可変をさせてで前の3人も動かして流動性を発揮して いうところははすごくく、えー、効果的な場面が実は多くてでフンベルスみたいな選手がいると、まあ、それあれは彼にしか出せない分であると思うんですが、まあ、一瞬の隙を突いて縦パスをファンと中盤を越えたところまで通せますからね。 だからこそそこに素早くサポートしてトランジションではっきり力を発揮する選手がまあいたらよかったんじゃないかなって思ってしまったんですけどそういうところで考えるとベルギーも割と組みしやすい感じのファイオンさんなんでまあベルギーに関しては能力がベラボンに高いですからそれでもうまく持っていけるんですけどまあイングランドのサイオンさんもまあ例に漏れずちょっとこう対応しやすい感じにはなってましたからあとは前半の途中になんかカイル・ウォーカーとカルビン・フィリックスの場所が変わって 他が中盤のセンターにポジションを取ってあの攻撃を作る場面もあったんですけどあれはちょっとどうかなと個人的には思いましたが少し <laughs>、まあ、中盤のツーセンターが低めにサポートしたときに、まあ、3バックの両脇が <laughs> 広がったところからボールを入れていくというところは、まあ、イングランドも多少やったと思うんですけどやっぱドイツの方がそこはセンターの,あのジョンストーンズと、えー、フメレスの違いもあって、まあ、そこに関してはドイツの方にやっぱり優位性はあったなと。 ドイツはあすごく良い試合でしたけど、やっぱりちょっとこう、偏,偏っているとは言い切れないですけどね、やっぱトランションのところまでしっかりマネジメント、デザインしてプレーできるかっていうところが、まあ、結果的には問われましたし、イングランドはその流動性とか柔軟性っていうのはあんまりないんですけど、ないからこそ、しっかりそこに人がいるので、まあ、時折ちょっと危ないカウンターの場面もありましたけど、まあ、的にそこにしっかり戻って対応ができる能力の高い選手もいましたから。 まあそこでうまくまとめてきたと。まあ、だからこそ失点ゼロできてるんだろうなというところですね。で、次はウクライナですから、ウクライナ基本的にボール保持ペースなんで、まあイングランドからするとかかってこいって感じだと思いますから、まあウクライナがどれぐらい怖がらずにプレーができるかっていうところから楽しめるといいんじゃないかなと思いました。えー、ということで、まあちょっとイングランドとドイツの試合を見つつ、えー、ドイツの まあ、チームの構成のされ方とか、まあ、3、4、3の考え方みたいなところで、えー、話をさせていただきました。ちょっと20分超えてしまったの、ね、で長くなりましたけども、えー、毎回毎回見ていただく皆さんありがとうございますっていうのと、まあ、コメント全部見させてもらってますので、えーまあ、自分の大学のチームの試合も見てくださってる方もいますので、えー、ありがとうございますで、まあ。自分のチームのレベルは決してあの高いわけじゃないですけども 例えば、プレッシングとか見ていただくと、どんな原則で、どんなメカニズムで、相手の攻撃を止めに行ってるのかっていうところが、まあ、ゾーン3、ゾーン2、ゾーン1っていうところで、まあ、一応ちゃんと作ったりするので、まあ、興味がある方は、ちょっと、そんなところを探っていただけると、面白いんじゃないかなと思います。<laughs> ということを最後にお伝えして終わります。えー、また、ここから続くユーロを、皆様体調に気をつけながら楽しんでください。私も楽しみます。それではまた。 次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。